まだ説明していなかったわ。君に眠る秘めてる力についてだ。君に眠る秘めてる力、それは天使の力と悪魔の力だ。どういうことだ。驚くのも無理はないが、運命覚醒結晶によって神となった君は生と邪、光と闇の両方の力が使えるのだ。いやいやいや、神様だったら生とか光だけだろ、普通。そう思うのは素人の浅はかさだ。神は偉大なり、生だか合わせのものだよ。本当に僕の中に天使と悪魔の力が。説明は以上だ。どうだ、天使と悪魔の力を手にした気分。天使の力と悪魔の力、それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けるんだ。ショックを受けているようだな。だがこんなのは序章に過ぎない。本番はこれからだ。予想だにしない数々の試練が君を待ち受けているだろう。完全に楽しんでるだろ、お前。ほら、それより早く先に進むのだ。そして私にその力を見せてみろ。よくやった。そこがファンタズマの出口だ。ここを抜ければ天界に戻れるのか。ああ、初心者にしては上出来だ。神としての力も自覚できただろう。あの力、本当に僕の力なのか。そうだ、君に埋め込んだ運命覚醒結晶は単に心臓の代わりをしてるだけではない。神としての力を君に与え、君の肉体が力の行使に耐えられるよう最適化してくれているのだ。
私の自信作が波の悪魔やガーディアンごときに負けるはずがない。君も自信を持って。今の悲鳴は誰かがやられたんだろう。迎撃に来ていた天使か、それとも侵入した悪魔か。もしかしてジュピエルさんも危険な目に。おい、大丈夫か。おい待って神風。ようやくファンタズマの出口までたどり着いたのに、こんなところまで逆戻りするとは。何を考えているのだ。助けて。やだ、こんなところで死ぬなんて。おい神風、どういうつもりだ君は。早くここを出たかったのではないのか。何をする気だ。僕はこの人たちを助ける。君はいつから正義のヒーローになったのだ。お前たちが無理やり僕を神様に仕立て上げたんだろ。だから僕はお前たちが望むように。アホか君は。誰も君に正義のヒーローごっこを望んでなどいない。君は神だ。悪魔に鉄槌を下し滅ぼすための最終兵器だ。余計なことはいいから仕事に戻れ。余計なことって、この人たちを見下ろしにしろっていうのか。そうだ、こうしている間にも悪魔たちが天使を殺しているのだぞ。君が目先に囚われている間にだ。目の前の負傷者を放っておけないなんていうのは君のお前以外の何者でもない。罪悪感から逃れるための自己満足だ。僕は決めたんだ、この人たちを助ける。大丈夫か。あなたは。僕は神様だ。助けたいんだ。どうすればいい。あそこにあのバッグに回復薬が入っています。それを使えば。ありがとうございます。好きにするがいい。運命を決めるのは神である君の仕事だ。助けて。ありがとうございます。助かった。ありがとうございます。ありがとうございます。
私は死ぬわけには。私が死んだら残された家族が。これは奇跡か。もしかしてあなたは神。ありがとうございます。あなたのおかげで病気の母のもとへ帰ることができます。これで満足したか？アルルさん、わざわざ来てくれたのか。君が天使を救うことを優先した結果、運命はどう動いたのか、それを見届けようと思ってな。なんだ？ジュピエさん、大丈夫か？ジュピエさん。よかった、まだ生きて。バカ者、敵に背を向けるやつがあるか。アレさん。せっかく作った神を壊されても、天使は皆殺しだ。運命を決めるのは神である君の仕事だ。ふざけるな、畜生。ジュピエルさん、ここは危険です。シンさん、早く逃げてください。下がっていてください。シンさん、この悪魔は私が命に変えても討ち取ります。シンさんは私が守ってみせます。おい、そこの小僧。その気配、天使ではないな。まさか人間か。なるほど、天使どもの実験台というわけか。このまま生きていたところで貴様には悲劇しか待っていない。ここで幕を閉じてやろう。
風情に。バカな俺がこんな人間ごときに。